硝酸性窒素は生活排水や農作物の肥料などが土壌に溶けてできるもので、地下水汚染の原因の一つになっています。この硝酸性窒素について今日の県議会で、硝酸性窒素対策の効果的かつさらなる推進を図るため県の基本計画を今回初めて策定することとしました。環境省によりますと、硝酸性窒素は乳幼児が多量に摂取すると酸素欠乏症を引き起こし死に至る恐れがあるということです。昨年度、県と熊本市が地下水の水質調査をしたところ、県内55箇所の井戸から基準値を超える硝酸性窒素が検出されたため、県は該当する高知市や菊陽町など11の市と町を取り組み推進市町村に設定しました。対象の市と町に対し、県は2026年度までに個別に計画を策定するよう求めることにしています。